10度目の全日本出場。その間に大きな怪我もあり、誰もが復活を願った中、昨シーズンはグランプリファイナルで銀メダルを獲得。その経験を糧に、今年はついに全日本で悲願の表彰台に上がりました。フリーの演技で何度も見せたガッツポーズ、2月に上海でも見られますように。四大陸選手権男子シングル日本代表、山本草太さん。山本草太さん。